リンクスの亮です。本日は成田空港から石垣空港の方に来ております。コロナウイルスがすごく流行っちゃって、本当に旅の活動を自粛しようと思ってたんですけれども、いろいろなね航空券キャンセルして、もうほとんど行くのをやめたんですけれども、数ヶ月前にねピーチアビエーション、ピーチ航空で格安で購入した石垣島行きのチケットがどうしてもね払い戻しができないので、石垣島なのでちょっと行ってみようということで来てみました。その空港の様子とかを伝えられたらいいかなと思います。成田空港はねほとんど人がいなかったですね。で、石垣空港行きの飛行機はほぼ満席でした。飛行機内ね、機内サービスは飲み物を購入することしかできませんでした。機内食ねまた食べることできなかったです。予防策ということで、まあ仕方ないと思いますね。やっぱり成田空港から石垣島までは3時間30分かかります。ピーチの飛行機すごく狭いのですごく疲れました。足がねちょっと狭くて3時間半乗るのは結構きついかなというような感じの便でした。時々やるピーチのセールで購入したんですけれども、これが片道4000円で石垣島に行くことができます。なので往復ね8000円です。まあすごく安いチケットだと思います。やっぱりねウイルスが広まってるんで、あんまり外は出歩かないでホテルでちょっと滞在しようかなと思っております。空港からも逃げたいと思います。石垣空港国内線のね壁です。すごくおしゃれで、右下には大蛇子っていうでっかいね車庫街が置かれております。早くレンタカー借りて、空港危ないから逃げましょう。思ったより暑くないですね。風が結構あって涼しいぐらいです。気温は20度ということで、まあ少し曇ってるんですけれども、ちょっとね風が強いですね。快適な気温ですね。なんと石垣島でもマスク買えないみたいです。石垣島のねイオンとかドラッグストアのあるところに来たんですけれども、こちらでもねマスク買えない。うまっ。なんとですね、こちらのホテル1泊1万円なんですけれども、最上階スイートルーム予約させていただきました。1人1万円です。で、最上階13階なんですけれども、なんとお部屋2つしかありません。1302と1301です。1301、本日のお部屋です。じゃん、こちらが本日のお部屋となっております。じゃあ1回お部屋に入って、こんな感じですね。これ、まあ、少しこじんまりとしたお部屋なんですが、とても快適に過ごせそうなお部屋です。すごく広いですよ。このねお花なんかも置いてあって、このホテルの一番の売り、スイートルームのお部屋にはなんとねこのようにテラスがついているんです。この離島ターミナルのね景色を堪能することができます。もう目の前が海なんです。で、ここで夜なんかお酒を飲みながら海のね波の音を聞いて、まあ波の音しないんですけど、夜空を見上げるなんていうのもいいのではないでしょうか。今ね時期的にはね3月なので、本当に暑いっていうわけでもなく寒すぎず、すごくいい気温です。それでは中に戻りましょう。じゃあテレビもすごく大きいものが置いてありますね。これは何型でしょうか。50型ぐらい、もっとそれ以上のテレビのサイズです。そしてこちらは除湿機ですね。もうお風呂に置くようなタイプの除湿機ですね。衣類乾燥と除湿ですね。空気清浄機ではないみたいです。こんな感じになっております。 Wi-Fi もついていて、ホテルの館内案内、3階のねレストランで朝食をいただくことができます。フロントにはねウェルカムドリンク、あとオリオンビールとワタチューハイっていうのが販売されているみたいです。24時間。周辺の遊び場所、レストランなんかも書いてあります。朝食ビュッフェはねここすごくインスタ映えで、綺麗な景色を見ながら朝食が食べられるということなので、すごく楽しみです。で、今回ね朝食付きで1人1泊1万円のスイートルームです。朝食は別でつけると1人1800円ですね。朝の6時半から10時まで食べることができます。ちゃんとねパジャマも館内着置いてあります。お、自動で電気がつきましたが、ティファールの電気ケトルと、これはすごいな、何焼きかよくわかんないけど、そういうちょっと焼き物の感じがしますね。これは氷のクーラーなのかな。下には冷蔵庫が置かれております。アイリスオーヤマ、上は冷凍庫、下が冷蔵庫です。すごくね広い冷蔵庫なので、飲み物もねたくさん入れることができると思います。
で、こちらはクローゼットになっております。スリッパとね、クロックスが置いてありました。すごく広いクローゼットです。今トイレットペーパー不足なんですけど、1個置いてあります。じゃあね、洗面所の方に行きたいと思います。じゃん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 、すごい大きい鏡がありますね。めちゃめちゃ大きい鏡です。余裕広げても全部入りきるくらいの鏡です。このドライヤーもね、ちょっと風圧強そうな感じですね。で、こちらの石鹸とかね、シャンプー、ボディウォッシュ、ボディローション、コンディショナー、これがね、有名なオーガニック系のものなんだそうです。すごくいいものだそうで、スイートルーム限定で置かれているということです。くしとカミソリ、ボディウォッシュ、歯ブラシがついていて、レディースセットなので、コットンとかが入ってると思います。そしてね、こっちがトイレかな。トイレは、あー、でも広いですね。そしてね、お風呂がね、スイートルーム限定で、他のお部屋はユニットバスなんですけれども、こちらはね、お風呂がついております。で、なんとね、ここさっきのバルコニーからね、ここずっとつながっているんで、あっちからね、歩いてくることもできるし、お風呂からはね、離島ターミナルと海を眺めながらお風呂に入ることができます。まあ、お風呂自体はね、なんかそんなに豪華ってわけではなくて、ちょっとね、お家のお風呂のような感じはありますね。ちょっと塩素っぽい匂いがします。なんかプールとかに遊びに行った時のような匂いがちょっとしますね。でもすごくいいお風呂です。こちらにもね、クローゼットがあって、上にはバスローブ、ざっとこんな感じでしょうか。バスタオルとね、ハンドタオルも置いてあります。このバルコニー最高です。気持ちいいな。すごく眩しい。ホテルのね、チェックインするときなんですけれども、やっぱりコロナウイルスの影響もありまして、韓国とか中国とかでね、ニュースに出てくるような、こういう検温の、頭にかざすだけで検温ができる機械で、体温を測ってからチェックインしなければいけないというような形でした。今までの韓国とか中国に行った渡航歴なんかも書かなければいけない書類も書かされました。そのぐらいね、石垣島でも厳重にされております。すごくいい島なので満喫したいと思います。こちらのコーナーズグリル石垣さんでご飯をいただきました。朝から何も食べてなかったので、ハンバーグすごく美味しかったです。皆さんもぜひ。カメラが油で曇ってるの。18時から八重山ヒメボタルの観察ツアーっていうものを予約しているので、そちらにね、ちょっと参加していきたいと思います。で、今ちょうど集合場所に着いたんですけれども、時間があるので、スマホとかカメラの液晶画面とかフラッシュにすごく弱いみたいで、撮影が禁止されております。この目で見て星空観測指定区みたいなものになっている場所なので、すごく星空も綺麗ということで、ホタルのね、観察ツアーをした後には星空観察ツアーもついております。そのようなツアーになっております。こちら1人3500円で、いろいろな会社でツアーやっているので、参加してみてはどうでしょうか。夜8時40分ぐらいまでかかっちゃうので、まあね、晩ご飯とかは先に済ませるか、まあ、9時以降空いているお店を探しておく方が無難だと思います。やっぱり島なんで、まあ、8時9時にはお店閉まっちゃうところも多いので、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいと思います。オーストラリアでもね、土ボタルの観察ツアーを見に行ったんですけれども、まあ、すごく綺麗で、まあ、今日はね、ホタル見れるかちょっとはまだわかんないんですけれども、まあ、楽しみに向かいたいと思います。明るい時間帯でね、なんか 1,2 光ぐらいの光がちょっと見えてね、いや、ホタルこんなもんなんかなと思ってね、暗くなるまで待っていたら、もう無数の光がね、こう点滅し始めて、ホタルが飛び交っている、そんな場所に連れて行ってもらうことができました。ね、ホタルはね、ちっちゃい光でもいなくなってしまうそうなので、ツアーじゃないとね、教えてくれない秘密の場所ということで、 SNS 等に画像なんかをアップすることはできないということでした。なので、皆さんにも場所は お教えすることができないんですけれども、まあね、ツアーに参加すればその場所に行くことができると思いますので、ぜひ参加してみてください。で、星空観察の方なんですが、残念ながらあいにくの曇り空ということで、星空観察の方はね、
残念ながらすることはできませんでしたが、まあ石垣島には本当に前回来た時も星空すごく綺麗で、今日ちょっと見れなかったら残念なんですけれども、もしツアーでね運が良ければ星空観察もしてみて見てはいかがでしょうか。というわけでね、本日石垣島1日目はこんな感じで終わりたいと思います。やっぱりね早起きして疲れているので早く寝たいと思います。晩ご飯はホテルで食べようと思います。なんかコンビニとかねスーパーでいろいろとご飯を買ってきたので、特にお店に行くことはなくそれで済ませようと思います。それではおやすみなさーい。